こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は視聴者様よりいただいた情報で、山梨県のとあるラブホテルに宿泊してきました。この後の動画を見ていただければ、なぜ今回この動画を作ろうと思ったかがご理解いただけると思います。それでは早速ご覧ください。私は緊張していた。理由の一つは無事に部屋を取れるかどうか、そしてもう一つは一人でラブホテルに宿泊する行為。まず部屋が取れなかったらこの動画はお蔵入りだ。いろいろ調べたところによると、平日のクーポンを使うと全ての部屋が均一料金で入れるらしい。つまり最高級の部屋も普通の部屋も同一価格。問題はその条件の中で無事に最高級の部屋が空いてるかどうか。同じ目的を持つ者の戦いは17時から始まる。さあ、いよいよ緊張から解き放たれる瞬間だ。結構混んでやがる。果たして目当ての部屋は空いてるのか。やった、空いてたぞ。しかも4部屋中2部屋も空いていた。どちらの部屋にしようか悩む暇もなく、カップルたちが続々と訪れた。最初に見つけた部屋をとりあえず選び、足早に部屋へと向かった。それにしても綺麗なホテルだ。ビジネスホテルに泊まるより全然良いではないか。部屋に入ると精算機があり、その先に高そうな置物がある。広い。ビジネスホテルに泊まる気が本当に失せる。高そうな全身マッサージ機だ。部屋の奥には簡易的なキッチンが。もう一つ空いていた別の部屋にはアイランドキッチンがあるらしい。他の3室が気になって仕方ないぜ。玄関から入ってすぐに扉がある。サウナだ。後で使ってみよう。洗濯機だと。そして綺麗で広い浴室があり、アメニティもこれでもかというくらい揃っている。テレビも見ながらゆっくりできそうだ。そして極めつけの、屋上露天風呂。なんてことだ。こんな宿泊施設があっていいのか。
平日でクーポンを使えば6980円で泊まることができるのだ。2人で来れば1人3500円だ。ただただ驚くばかり。さて、何をして楽しもうか。このベッド、リモコンで高さ調節もできる。いまだにこういったホテルに卑猥なイメージを持ってしまい、宿泊するのを敬遠してしまうのはすごくもったいないのではないかと思う。私が今いるのはプレジデントルーム。それ以下のクラスでもかなり充実した設備があるようだ。しかも飲み物料理一品ずつ無料という神サービス。メニューがかなり豊富だ。どうやらリモコンで注文するらしい。いろいろと物色している間に露天風呂の湯がたまった。贅沢すぎるだろ。しまった、ゆっくりしすぎた。水分補給してサウナに入ろう。温まるのに少し時間がかかるが、汗びっしょりかくことができた。アメニティ関係がとにかくすごい。女子旅ならなおさらビジホより断然こちらの方がいいだろう。汗をかいた後はマッサージ機で体をさらにほぐす。このマシン持って帰りたい。お腹が空いた。何か食べよう。ビジター価格が高すぎる。とりあえず無料分だけ頼もう。焦がしネギチャーハンとレモンサワー。これが無料だ。そしてかなりうまい。これだけでは足らないのと、他の料理の味が気になるため会員になってから注文。酒のつまみも注文しておこう。ビールは発泡酒らしいので缶ビールを事前に買っておいてよかった。なぜ俺は一気に注文したんだ。食い切れるか。作り手によるかもしれないが、全て美味しかった。揚げ物も高温でしっかり揚げているのか、サクサクで冷めてもなお美味しかった。お腹を満たした後はカラオケでカロリー消費。
酒も入って楽しくなってきた。そして映画鑑賞しながら酒を飲む。あっという間に時間が過ぎていった。そろそろ寝よう。もう朝か。ベッドが気持ちよくて熟睡してしまった。寝起きに露天風呂がある。最高だ。もう一泊したい。そして無料モーニングを待つ。私が選んだのは TKG だ。これがまたすごく美味しかった。そして帰る用意を済ませ会計へ。本当に値引きされているのか少し不安だ。見てくれこの割引金額。宿泊料金だけだと本当に6980円だ。未だに信じられない。いかがでしたでしょうか、こちらのホテル。私はかなり満足できました。しかし、やはり一人は寂しいな。